筷子玩游戏，每日更新，感谢您的关注与收看。本期游戏为《超级机器人大战 X》。
してるみたいじゃない。マックナイフのプラズマクローデ。タブー破りのアーミーなんかに、キャピタルアーミーは止めなきゃ。やってみせろ、Gセルフ。こいつで。やられるの。邪魔をするか、飛び急せ。この距離、クローンを使う。敵の注意をこちらに引きつければ。かすり傷なんかで悲鳴はあげません。スピード対決なら G セルフも負けちゃいない。やってみせろ、 G セルフ。こいつで。ここにいても飛び級生は俺の邪魔をする。
性能はこちらと互角だったら勝てる。マックナイフのとっておきだよ。落ちない。当たったら危ないじゃないか。マスクの手下が来たならやってみせろ、Gセルフ。こいつでまだだよ。ここからひっくり返してやる。やつにGセルフを持たせるのは危険なのだ。マックナイフのミサイルは特別製だ。恐れろ、逃げ惑え。タブー破りのアーミーなんかに攻撃されて黙っているわけないでしょう。邪魔をするなら容赦はしない。そこだ。ここで散っては同胞に顔向けができるのだ。頼んだぜ、クロジロ。私たち任せるよ。死んでは今日まで何のために戦ってきたのだ。手も足も出せないという状況、我ながら情けない。手ごわいパイロットでもどこかに隙があるはずだ。そう、どうして、どうして。スーツ戦なら今までの経験を生かせば。この敗戦の恥は一生涯忘れることはない。
あの人から戦闘力を奪えば周りは黙る。やってみせろ、 Gセルフ。こいつで中興味深い攻撃だな。避けられると思わぬこと。どこの世界でも軍隊はこんな兵器を作って、私の中には受け継がれた意志がある。ハッパさんが整備した機体が落ちるものか。そっちが攻めてくるんだから死なないでよ。これも若さの特権か。私、シャーズナブルは粛清する。どこの世界でも軍隊はこんな兵器を作って、僕も少しは腕に自信はある。これも若さの特権か。スピード対決なら G セルフも負けちゃいない。やってみせろ、 G セルフ。こいつで これでは何もならんではないか。
好的，以上就是本期的全部内容，感谢您的观看，关注我，您还能看到更多游戏流程视频。您的关注和点赞是我制作视频最大动力，那让我们下期再见吧。ゲーム終了だ。最後にあれをやるぞ。ビラリ。あれ。それも一興。人とゲームの二つの道が。ねじって交わるスパロボド。鋼の拳で鉄器を砕く。己の英知で勝利をつかむ。スーパーロボット夢の共演。スーパーロボット対戦 X。 このゲームを何だと思ってやがる。毎度のことだしもう突っ込まないけど、皆さんもお疲れ様でした。ゆっくり休んでたっぷり食べてまたプレイしてくださいね。